こんにちは。今回は、私の YouTube チャンネル、トリブログの由来と、その目的とするところをお話したいと思います。まず最初に、トリブログとは、トリップとブログ、BLOG、ウェブログの略称を組み合わせた造語でありまして、旅の記録をブログに記すというような趣旨で、約3年ほど前に、作りました。なかなか、その2019年頃に、スタートしましたが、皆さんご承知の通り、あるウイルスが蔓延しまして、人々の移動が制限されてしまいました。その間も私は、人々との接触を避けながらいろいろなところを歩き回ったり、旅のようなものを続けてまいりました。その旅の記録は私のトリブログの初期の動画にて、アップしておりますが、おそらく YouTube のアルゴリズムに引っかかってないせいか、全く、視聴いただけない状況が続いております。ただその時から、私が、考えておりますことは、旅に行った気になるような動画を作るというのが一つ、もう一つが、実はこの動画を見たり、私の、この語ってることを聞いたりしているうちに、皆様は、知らないうちに寝てしまうというような、寝落ちするような動画というのを、目指しておりました。これに気づきましたのは、私自身が私の撮影した、そして編集した動画をチェックしながら、いつの間にか寝てしまうこと、これが何回も続いてしまったり、あるいは、私が、仕事でプレゼンテーションしている最中に、聴衆の皆さんが眠ってしまうということに気づきまして、実は私の動画は、人々を眠りに落としてしまうような動画ではないかと気づいた次第でした。その中で、私の初期の、代表的作品とも言える、寝落ち動画、この動画を、アップした後に、気づいたこととして、まず動画としましては、単調な、音楽、あと単調な動画、単調で非常に分かりづらい字幕が延々と続くことで皆さんの眠りを誘引するということが分かりました。また、私のこの喋っている言葉というものが、皆さんをリラックスさせるというか、あるいは興味ないことを延々と喋っていることについて退屈になってしまって寝てしまうというようなパターンがあることに気づきました。それをもってして、私の YouTube チャンネルというのは、皆様の快適な眠りをサポートするチャンネルというのが、第二の目的としてあげることとなりました。第一の目的は旅の記録を
臨場感あふれるものとして皆さんにお届けすること、第2は皆さんの快適な眠りをサポートしていつの間にか眠ってしまうというような動画を目指していることです。それなので、私の動画を見ながら眠ってしまったとしても、罪悪感を抱く必要はありません。むしろ、眠る前に、見てはいけないと思われるブルーライト、を発する、スマートフォンを、見ても、仮に私の動画をブルーライトを発する、スマートフォンで見てしまっても、いつの間にか眠ってしまうというような動画を目指しております。ぜひともお試しいただいたらよろしいかと思います。今回のテーマといたしましては、この私のトリブログのご紹介と加えまして、もう一つはこのような読書体験に関する、お話をしたいと思います。これは間違いなく、眠ってしまいそうなお話となりますので、眠っていただいても、全然構いません。私は思えば、中学生頃から読書に目覚めて、私が記憶にあるのが、スーパーダイエーで購入した武者の小路実篤の友情という小説を起点として読書の面白さを実感して、私が中学生頃から本をたくさん読むようになりました。以後、学生になってからは親からもらった昼食代をセーブして、落合信彦さんの新刊を買ったり、図書館に通い詰めたりしてたくさんの本を読んでいきましたが、それらの本が身についたかというと、なかなか怪しいものであります。その中で、今になって考えてみると、読書経験というものは、私にとって血となり肉となった経験だと考えております。これら紙の本に関しましては、ほとんど記憶にありませんが、最盛期には1ヶ月に、1万円から3万円ぐらいの紙の本を購入して、ほぼ毎日読書をして、今は、ホームページに残していなかったことを公開しておりますが、ほぼ毎日、読書感想文みたいなものを、ウェブページに、アップしておりました。それは1996年からスタートいたしました。その後私は海外赴任などの経験をして一度、そのウェブページを維持することをやめてしまって、その後ずっとだらだらと更新せずに今に至っておりますが、やはり私にとって画期的な読書体験といたしましては、このようなAmazon の Kindle というような読書体験でありました。この Amazon の Kindle というのは、今となっては皆さんにも馴染みのある読書デバイスだと思いますが、私が購入した一番最初の時には、Amazon US だけが立ち上がっておりまして、Amazon の日本はまだ
探知しておりませんでした。その中でやはり電子書籍というものの魅力に取りつかれまして、 Amazon US で、初めて購入したのがこの Amazon Kindle というものであります。初代の Amazon Kindle は、このようにキーボードがついた、電子ペーパーのデバイスですね。これがおそらく10年ほど前に、発売されておりまして、これのすごいところは LTE ではなくてその前の 3G で、この Kindle の本の配信をしてくれるというような素晴らしいサービスで、今も実は驚くことに 3G の回線が未だに使えることとなっております。残念ながら、Amazon Japan が日本に入ってきて以降もこのデバイスは、英語の、Kindle しか閲覧できないと、できないようになっております。ちなみにこれはジョージ・オーウェルさんの1984、時々、今の若い人々はこの1984と聞いて、別の方の作家さんの作品を想像される方が多いですが、この1984、1984というのが本当のオリジナルだと思います。その後、このデバイスだと、私が自炊した本というのは、なかなか表示が小さすぎて、読みづらいということがありました。自炊というのは、紙の本を、カッターでザクザクと切って、その後スキャナーで読み込ませた後に PDF ファイルにして、その PDF ファイルをこのデバイスに読み込ませた後にこのように、表示するものですが、やはりこのデバイスの解像度が悪かったこともありまして、より大きな画面というのが、必要だと考えました。そのため、この Kindle の、何インチか忘れましたが、かなり大きなデバイスというのが発売されたので、これも Kindle の US から輸入しました。このデバイスは、Wi-Fi オンリーでありますが、これも非常に楽しいデバイスでした。その後、Kindle Fire というものが日本で発売されまして、かれこれ3つぐらい購入いたしまして、ここ最近になりましたら、Kindle Fire 10HD というようなデバイスというものを、今年つい最近購入しました。このデバイスの良いところは、今となって当たり前かもしれないんですが、私にとっては、何年ぶりかに購入したデバイスなので、とても良かったこととしては、やはり、外部の SD カードに、記憶させることができることや、あるいは、今なくしてしまいましたが、ペンを
タッチペンを使ってここに、ノートを書くことができるというのが非常に、気に入っているところです。しかしながら、以前私が購入した、Kindle Fire HDX 8.9 というデバイス、おそらくほぼ10年、8年から10年ぐらい前に購入したデバイスと比べると、この表示速度が異様に遅すぎて私としては不満だらけであります。あとこの質感が悪くなってしまって、Kindle も含めて、Amazon のデバイスにつきましては、立ち上げた当初というのはどう考えても、採算度外視で、作られたものが多かったんですが、それがこなれてしまうと、安かろう悪かろうというようなデバイスとなっているのが非常に気になります。しかしながら私は Amazon の読書体験にずっと惹かれておりますので、このように、久しぶりにたくさんの本を読むことができてとても嬉しいです。このようにちょっとスピードが遅いデバイスですけども、久しぶりの、Kindle Fire というのを楽しんでおります。睡眠とはあまり関係ないし、この今回のトピックとしてはあまり関係ないんですけども、私は、まあコレクションしてるわけではないですが、ヘレンドの、ヘレンドの、ティーカップ、これはウェッジウッドです、ね、ウェッジウッドのカップ、あるいはリチャード・ジノリのティーカップとかです、ね、このようなものを25年ほど前に集めておりました。これは多分うちの子供が割ってしまったものを無理やり継いだものですが、このように、人の手で丁寧に、絵を描いたりする手作りの商品というものに非常に魅力を感じております。そのようなこともあり、最近私がよく動画に投稿しているトラベラーズノート、このいかにも手作り感覚の革、タイの工場で、工場の人が一生懸命なめしたりして作った革、あるいは、日本の、関東地区のどこかで一生懸命作られた紙のノート、このようなもの、あるいはこのブラス、真鍮の、製品、こういうものに非常に惹かれて、今まで、その魅力を語ってまいりました。今の、私の話につきましては、おそらく8割以上の方々が興味を抱かないものでありまして、
そらくその8割の方の9割方ぐらいの方々が眠気を催したことであると思います。それはそれで私にとっては本望で、このトラベラーズノートのことを、語ったり、これらの、マスターピースについての話をしたり、いろいろなことを語っているうちに、皆様は特に眠りにつく前に私の YouTube チャンネルを見ていただく皆様は、私の言葉を聞きながら知らない間に眠ってしまうことを私は望んでおります。また今後もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。